さて、それでは立ち入り危険の自己責任ゾーン入りましょう。今回はね、引き潮になるのはちゃんと調べてあるんで、あ、大丈夫ですね。全然海の水ないですね。この前はね、こう水が満ちてて通るの一苦労しましたからね、今日は全然大丈夫です。干潮が今日は16時なんで、どんどんそれに向かって潮が引いてる状態ですからね、まあ、潮が引いてりゃね、もうこっちのもんですよ。ここもね、波がね、なくて、しかも干潮なら全然スルッと通れるんですからね。いや、こんなね、上をね、わざわざ無理に登ってやることもないんですよ。スイスイ歩けます。ちょっと下はね、ところどころこうやってね、海藻、海苔ですかね、こういうのがあるんで、踏んだら滑るんで気をつけないといけませんね。前回ここを来た時はね、ちょっと妙な感じでしたからね。風は穏やかだったんですがね、波はすっごい強かったですからね。だから外洋の方ではなんか風が強かったのかもしれませんね。今日はね、風はそこそこ、波は緩い。いや、絶好のね、こういった磯歩きの日和ですよ。おお、いいね、これは素晴らしい。穏やかならね、ここはね、このワイルドな感じが絶景ですね。いいね、これはね。こういうところを歩くのって岩山、2000メートル超えて森林限界ってやつですか。木の生えてないね、岩ゴロゴロのところを歩いている人にとっちゃ、まあちょろいでしょうね。あっさり着きましたね。いや、前回はね、ここら辺でもう海の水が満ちてきて断念したんですがね、いや、ぐいぐい来られますね。あ、でもここは、うん、ちょっとそっち行って、うん、巻く感じで渡りますか。16時が干潮ってことはね、体温の高さもうここですからね。だからこれからどんどん水かさ減ってきますからね。立ち入り危険、落石、高波、禁止って書いてないとこは池ですね。もう自己責任の世界です。この先がね、山2つの底ですね。いつもはあそこら辺のね、展望台からここを見下ろしてるんですが、下に来るとこんな感じなんですよ。まあ、ここゴミが溜まってるのはね、多分波でこの打ち上げられたとかあるんでしょうね。でね、いつも見ている岩の塊ってあそこなんですよね。よくあそこまで行けるなってね、釣り人が釣りしてるのを見ててもね、実際こうやって行くこと可能なんですよね。あ、じゃあちょっとね、いつも上から見てる岩の先端ちょっと行ってみましょう。ここはよくしょ、ね、そうそう来れるもんじゃないですからね。まあ、釣りしてる人にとってはね、江ノ島のここは、まあ、おなじみなんでしょうけどね。ここが孫岡田亡き江ノ島の先端ってことになります。なかなかね、来らんないんですよね、条件が揃わないとね。潮が引いてて、こうやって海が穏やかでないとね、もう海が荒れてたらさらわれてドッポンですからね。おお、来ますね。素晴らしいね。あれ、あの人工物は江ノ島の洞窟の入り口ですね。もしかしたらあそこまで行けるかな。確かね、深い入り江があって無理だったようにも思うんですがね、まあ行けるだけは行っています。こりゃいいね。岩場からこうずっと歩いてきて、またこの岸に来たわけですが、この岸ね、この角を曲がった先が問題なんですよね。以前ね、写真のブログの時にも一回来てるんですがね、ここを渡れなかったんですよね、その時は。今日はどうかな。潮はかなり引いてますが、そう、ここがね、専門なんですよ。ここどうだ。ああ、無理ですね、これはダメだ。残念。まあしょうがねえな、どうしようもない。もうあそこに人いるの見えてるのに、非常に悔しいです。もしこの先ここが通れることがあるとすれば、このね、崖、この崖から大きな岩がね、ガラッと崩れて、ここのところに落っこちって、まあ渡れるような状況になる。まあそれを願うしかないですね。
まあ、いつになるやらですね、何千年先か、もしかしたらね明日かもしれないですからね、自然のことはねわからないです。いや本当にここはなかなかねいい場所だね。このワイルドな感じ、江ノ島って言ったらね、もうちょっとねこのふんわりとしたね、なんかこう女子向けのスイーツなって感じ、そういうイメージあるんですがね、カップル向けの、いやここはなかなかいいですよ本当。このね岩のゴツゴツした感じ、あわよくば渡れるかと思ったんですが、ね、やっぱり無理でしたね。あんなにね深くてね広いとはちょっと思わなかったな。もうちょい狭いような気がしたんですよ。だからもしかしたらねひょいっと飛び越せるんじゃないかなと思ったんですがね、まあ、せっかくですからこの穴ちょっと見ていきましょうか。これは本当人工なのかな、天然なのかな。本当ねこういう時いきなり地震が来てグラッて崩れてね、そういうの、まあ、ないように祈りましょう。まあ、何が起こるか分かんないですかね、人間1秒先のことも分かんないんですから。よいしょ、おや、おこれなんか随分先に長く続いてますよ。これなんでしょうね、本当これ人工なのか、この先は詰まってんのかな。どれちょっとズームしてみましょう。あーなんか通れなくはないって感じですね。こっから先はね本当にね昔のテレビのね川口浩探検隊みたいなあんな感じでいかないとダメですね。ちゃんとした装備をしないと、まあ、見るだけにやめておきましょう。すごいねこれはね、これは絶景な絶景な。本当に地震が来なくて助かりました。江ノ島の岩屋は富士の洞窟、そう富士山麓にねこういろんな洞窟がありますけど、そこにつながってるっていう伝説あるんですがね、なんかあの感じ見るともしかしたらと思っちゃいますね。いやこれはすごいですよ。よいしょよいしょ、いややっぱりこの来てよかったって感じですね。潮が引いてればね本当にちょいっとしたねワイルド公園って感じで楽しめますよここはね。